今月2日愛知県新城市の山林で農作物を荒らすイノシシなどを捕らえる罠に天然記念物の日本カモシカがかかり罠をかけた男性が角で刺されて死亡しました今月2日新城市津野の山林で罠の見回りをしていた市内に住む70歳の男性からシカにやられたと家族に連絡がありました救急隊員が駆けつけたところ 罠にかかった日本カモシカのそばで男性が意識がない状態で倒れているのが見つかり病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡しました男性の太ももには角で刺されたような傷がありカモシカに刺されたとみられることから地元の療友会が県の許可を得た上でカモシカを殺処分にしました新城市によりますと男性は療友会に所属し 農作物を荒らすイノシシやシカを罠で捕らえる活動をしていましたが天然記念物の日本カモシカは新城市では逃がさなければならないことになっていて男性は罠を外そうとしたときに角で刺されたと見られています。